あの、年の離れた友人になります。こちらに来る前、召喚は詰め所で彼女と別れの挨拶をしていました。しかしその際、和平反対派に襲われ、残していけば殺される状態に追い込まれ、連れてくるしかなくなってしまい、その静かにするように言いつけますから、同行のお許しをお願いできないでしょうか。まあもちろんちゃんと送り届けてやらなきゃな。サライ、いい子にできるか。うん、いい子にする。かわいいわ。任せて、頼れるお姉さんたちがいっぱいいるわよ。反対の方はいないのでしょうか。てっきり暗黒界の子供など旅に連れて行けぬと言われるかと。まさか、誰かが守ってあげないとダメだろう。まだ小さいんだし。ドロシーは、呼び方はドロシーでいいよな。はい、何なりとお呼びください。俺もキリトって呼んでくれ、ドロシー。行きはいろいろ大変だっただろう。帰りは俺たちがいるから頼ってくれよ。ドロシー殿、話し中失礼します。はい。そんなに緊張されずとも良いですよ。恐れ入ります。和平反対派の妨害が果実の追手ということであっていますか。はい。熟考の力は均衡しているがために意見が割れています。それゆえこうした武力衝突が起こるのです。道中ももしかしたら反対派が設置した敵や罠があるかもしれません。危険な旅になることでしょう。しかしご安心ください。必ず召喚があなた方を無事にオブシディア城へとお届けします。この命を閉じてでも。いや、ダメだ。え？その話で言うなら俺たちが力を示すべきだろ。それに死者であるドロシーが死んだら和平どころじゃない。交渉決裂だ。確かにそうですね。戦慄でした。死なないように。しかし死ぬ気でお守りします。結局死の危険をはらんでるんだけど、もっとリラックス。あ、じゃなかった。そんな緊張せず行きましょう。根が真面目な人なんですかね。大丈夫だよ、助け合えばなんとかなるなる。自慢じゃないですが、私たち冒険には慣れてるんですよ。だからそんなに一人でどうにかしなきゃって思わないでくださいね。しかし召喚は騎士ですから、むしろご婦人方をお守りする立場。可憐なあなたたちを守らなくては。ドロシー、そんなこと言っていられるのも今のうちだぞ。うんうん、うちの女性陣はすごく強いから、むしろ僕らがよく守られているよ。本当に一人で無理しないでね。一時とはいえ旅の仲間なんだから。お気遣い感謝いたします。ですが召喚はただの使者です。どうぞ護衛として、いえ盾としてお使いください。キリト、ドロシー殿がついているとはいえ、あちらはまだ見ぬ敵地。石膏として数名の偵察部隊を先に出しては。そうだな、道がどうなっているかもわからないし、ちょっと部隊を編成し直そうか。では行きましょうか。案内します、キリト。あ、